日本人であれば日本語の読み書きができるのは当たり前です。これは全ての国民に平等に教育を受けられる権利が与えられているからに違いないでしょう。ただし歴史を遡れば読み書きのできない時代はありました。全人口の中で文字を読み書き理解できる人の割合を表すものを識字率と言います。日本の識字率が少しずつ向上したのは鎌倉時代からです。これが江戸時代後期になると日本の識字率は世界トップクラスになります。この時代、例えばイギリスの識字率は 20% 前後、フランスに至っては 1% と決して高い数字ではありません。しかも海外は男女で教育の偏りがあり、女性の識字率は圧倒的に低かったようです。では日本はどうでしょう。なんと江戸の庶民の識字率は 70% 以上、全国平均でも 60% 以上だったと言われています。その上、老若男女での偏りが海外ほどありませんでした。もちろん当時にしっかりとした統計があったわけではありません。また今でいう識字率とは少し違い、自分の名前や住所等簡単な文字がわかるくらいのものでした。ですので数字が参考程度なのは確かです。とはいえ、こんなにも読み書きができる人たちがいたのには訳がありそうです。これは日本で行われていた教育を解き明かすことで理解できます。そしてこれが今回のテーマ、寺子屋につながります。日本教育の基礎である寺子屋、その驚異的な識字率を実現させた仕組みとは一体何だったのでしょう。日本の識字率が高かったことは、来日した外国人が残したいくつかの記録で証言されています。例えばドイツ人の考古学者シュリーマンは、教育はヨーロッパの文明国家以上にも行き渡っている、アジアの他の国では女たちが完全な無知の中放置されているのに対して、日本では男も女も皆かなと漢字で読み書きができると語っています。またロシア人の司祭ニコライは、読み書きができて本を読む人間の数においては日本はヨーロッパ西部諸国のどの国にも引けを取らない、日本の本は最も幼稚な本でさえ半分は漢字で書かれているのにと称賛しました。これらの証言からは、日本人が年齢や性別に関係なく読み書きを行っていた様子が伝わってきます。江戸時代の教育は世界的に見ても珍しいほどレベルの高いものだったのです。こうした高いレベルの教育が庶民にまで行き渡っていた江戸時代、一体どのような教育が行われていたのでしょうか。江戸時代の代表的な教育の場は寺子屋と呼ばれる場所です。寺子屋は子供が読み書きそろばんを学ぶ学校のようなものです。その始まりは室町時代の終わり、寺などで庶民への教育が行われていたことから寺子屋と呼ばれるようになりました。ですが現代の義務教育とは違い、知識のある一般人が希望者に読み書きを教える場所でした。寺子屋では学ぶ子供たちを寺子、教える側を師匠と呼びます。寺子は7歳頃から寺子屋で学び始め、数年間で読み書きの能力を身につけ卒業します。まるで小学校のようですが、その様子を見ると少し違いがあります。まずは寺子屋入門の様子。寺子屋に入る際には束修という入学金を払う必要がありました。身分によって納める金額は違い、だいたい4000から2万円の幅があります。4000円と聞くとそこまで高くないなと思うかもしれません。ですが当時ではお金持ちでなければ払うのが厳しい金額です。とはいえ後に寺子屋が増えてからは払えない場合は免除されるようにもなりました。その他、寺子屋に入る時の決まりとして赤飯、お酒や他の寺子たちへのお菓子を用意することもあります。誰かが新しく寺子屋に入る時には師匠や他の寺子たちも全員で赤飯やお菓子を食べ、順番に杯を飲み絆を結びます。寺子屋に入ることは喜ばしいこととされていました。つまり食事会にはお祝いの意味も含まれていたのです。さて晴れて寺子屋に入った寺子たちが次にすることは勉強道具の準備です。必要なものは筆、墨、硯と自分用の勉強机でした。寺子たちはこれらをすべて自宅から運んで寺子屋に通いました。そう、机も家から持参したのです。そのため持ち運びやすいように足を取り外せる方式の机が使われていました。子供用なので小さめとはいえ、机まで持って通うなんてなんだか大変ですね。そうした勉強道具を持って寺子屋へ行くのはだいたい朝の7時半ごろ、そこから午後2時半ごろまで授業が行われます。休日は年間で50日ほどだったといいます。現代の学校よりよほどハードで、塾の集中講義をずっと受けているような感覚ですね。
それでは授業内容はどのようなものだったのでしょうか。寺子屋の授業の特徴、それは生徒に合わせて内容を変えていたことです。寺子屋には同じ時間帯に何人もの生徒が集まります。しかし現代の学校のように時間割を決めて一斉に教えるのではなく、個別指導の形式が取られました。寺子たちはまず読み書き、そろばんを教わります。これらは手習いと呼ばれました。手習いはどの地域でも寺子屋の教育に欠かせない基本とされ、かなりの時間をかけて教えられたようです。寺子たちは自分の机で文字を書き、出来上がったら師匠のところまで持って行って添削してもらいました。そうして師匠が書いたお手本を見ながら、ひらがなや数字の書き方を学びます。しかもただ文字を写すだけではありません。かな、草書、行書という3種類の書式を学んでいました。草書とは早く書くことを目的とした筆記体で、行書はきっちりしたブロック体のようなものです。なぜ数種類の文字を学んでいたのかというと、書類ごとに文字の形式が違ったのです。幕府から出される公文書やお触れには草書が一般に出回っていて、読み物には行書が使われていました。草書や行書を知ることで、寺子たちは公文書や書物に対応できるようになったのです。また素読という訓練も行われました。素読とは勉強している手本の文章を読み上げるものです。小学校の音読の時間をイメージすると分かりやすいですね。ただし寺子屋の音読は手本を読まなくても暗記できるようになるまで繰り返されます。このように江戸時代の寺子屋では音読と書写がしっかり指導されていました。きめ細やかでしっかりとした内容の教育こそが江戸時代の識字率の高さの理由なのです。そうして読み書きに慣れてきた寺子は次のステップに進みます。ここから教わる内容が寺子ごとに分かれていきます。地理、歴史、農業に関することから礼儀作法や裁縫、そろばんまで、それぞれの家の仕事に合わせて必要な内容が教えられました。農家の子供には農法が教えられ、商人の子供には和算と呼ばれる江戸時代の算数が教えられました。和算を学んだ子供たちは足し算と引き算までならほとんど習得していたといいます。ちなみに寺子屋ではなんと掛け算の九九も教えられていました。先ほどご説明した素読のように全員で九九を暗唱する時間があったのです。また女子には裁縫や生け花を教えた寺子屋もあったといいます。寺子屋の教育内容の幅広さには驚かされますね。しかしなぜ寺子ごとに内容を変えた授業を行っていたのでしょうか。それは寺子屋が徹底して庶民向けの教育の場だったことが理由です。寺子たちそれぞれの生活に役立つことや、大人になってから使う知識を教えることが寺子屋の役割だったのです。そのため先ほど述べたように、農民の子供には農業の手ほどきを、女子には裁縫の心得を、といったようなカリキュラムの配分が行われました。基本的な読み書きの教養と社会に出てから役に立つ知識の両方を学ぶ、現代の教育でもなかなか達成しづらいことが江戸時代の庶民の教育では行われていました。寺子は寺子屋を4年で卒業します。今の感覚だと少し物足りない感じもしますが、それで十分です。この寺子屋は全国の総数で1万5000校ほどあったという調査記録が残されています。これだけのカリキュラムを持った私塾が全国的に展開していたことも、江戸時代の凄さを物語っていますね。しかも師匠は寺子一人一人の成長度合いや性格を把握して、それぞれに合った指導を行ったと言われています。個人のレベルと必要な知識に合わせて柔軟に指導できる師匠がたくさんいたのです。ではなぜ師匠たちは幅広い指導ができたのでしょう。読み書きの指導に使う手本にその秘密が隠されています。文字を書き写すために使っていた書物は、道徳書や日常のマナーを記したものから教訓集や日記まで多種多様でした。さまざまなジャンルの知識を書き写すうちに、寺子たちは専門分野以外の知識も柔軟に覚えていきます。学んだ寺子が大人になって自身が寺子屋の師匠になることもありました。規模の大きな寺子屋は300人もの寺子が在籍していたといいます。師匠が子供を見るのが間に合わないとき、年長の兄弟子が子供の面倒を見て師匠代わりに勉強を教えることがありました。さまざまな知識を持った寺子が師匠として振る舞う基礎を身につけ、やがて新しい師匠となります。こうして幅広い内容を指導できる師匠が増えていったのです。現代では一時期リベラルアーツという言葉が流行しました。これは一般教養という意味で、人生を豊かにするための幅広い教養を身につけること。江戸時代の庶民は現代人が目指したリベラルアーツをすでに達成していたのです。また寺子同士での教え合いは現代ではアクティブラーニングと呼ばれる手法です。
師匠不足から始まったことが結果的に教える方と教わる方の両方にメリットをもたらしたのです。こうして寺子たちは4年ほど寺子屋で学び、それぞれの道へと巣立っていきます。読み書きのほかに道徳などの人生訓も学びます。また密接な個別指導を通して師匠と寺子は師弟のような関係となります。そのため師匠は寺子屋で学んだ者にとって一生尊敬の対象となりました。師匠が亡くなった時には教え子たちがお金を出し合って墓を建てたほどです。これを筆子塚と言います。千葉県にある房総半島だけでも3000以上の筆子塚が残っているそうです。このことからも当時の師弟関係の強さや温かさが感じ取れますね。寺子屋に入るのは7歳くらいの子供が中心と述べましたが、実は例外もあります。大人でも読み書きの能力を身につけたい人は寺子になることが許されていました。学びたい人に対して誰にでも開かれた場所だったのです。庶民はどこの寺子屋に入るかも何歳から入るかも自由でした。またカリキュラムさえこなしていれば通う日にちも自由でした。優先されるのは家の仕事です。寺子屋は個別指導でしたから、商人の子供と農家の子供が同じ時間に勉強する必要はなかったのです。通う日程に無理がなかったことも寺子屋が広まった理由なのでしょう。また寺子屋では女子も分け隔てなく勉強していました。一校あたりの平均人数の調査結果として、男子40人に対して女子は17人というデータが明治時代に記録されています。生徒の3、4割が女性だったという数値は海外と比べて幅広い人たちに教育が施されていた平等さを物語っています。さらにはなんと寺子屋には女性の師匠もいたといいます。海外では女性が教育を受けることすらタブーとされていた時代です。女子でも教育を受けられるだけでも珍しいのに、教える側にまで立てるとは大変先進的ですね。ところで師匠の教え方以外にも寺子屋での学びの効果を高めていたものがあります。それが寺子屋で教科書として使われていた往来物。往来とは行ったり来たりを表す言葉で、人と人の間をやり取りする手紙のことを往来と呼びました。手紙を書くための手本となる文例集が往来物です。やがて手紙に限らず様々な事柄を簡単に教える内容の本を往来と呼ぶようになりました。商業について記した商売往来、建築について記した万丈往来、農業について記した百姓往来など、専門分野ごとの往来物がありました。先ほど述べた通り、寺子屋の寺子たちは全員が同じ勉強をするのではなく、子供たちの家の仕事によって学習内容が変わりました。商売往来、百姓往来など、自分に必要なテーマの往来物を学んで、仕事についての知識も学ぶことができたのです。往来物は仕事内容だけではなく、地域についての往来物もありました。例として長野県松本のあたりで学ばれた松本往来は、松本の日常生活に大切なもの、領内の特産品といった知識が記されています。当時はほとんどの人が生まれた土地を離れずに一生を終えました。地域を理解することで寺子たちは生活や商売がやりやすくなったのでしょう。その他江戸で作られた往来物も地方に入ってきました。江戸の行商人が農村部に本を売りに来ていたのです。また学問の心得がある旅行者に長居してもらい、師匠の役目を果たしてもらうこともありました。農村部でも実学は必要ですから、寺子屋での教育は非常に熱心だったのです。寺子屋の学習効果により江戸の庶民は高い知識レベルを誇りました。黒船で来航したことで有名なペリーは江戸の市中に本がたくさん売られ、貴族ではない人たちが読書を楽しんでいることに驚いたといいます。さらに生涯学習への意識も高まっていました。庶民は大人になってからも自分の専門分野の学習を欠かさず読書を行いました。大和族訓という本には、初学者がどのように勉強すればよいかの道順が描かれています。そこではまず論語などの有名で基本的な本や道徳についての本を読むこと、次に解説書を読んで、最後に詳しい内容の本に進めばよいと書いてあります。他にも教訓、日曜学則など庶民に向けた勉強方法の本が流通していました。現代の自己啓発書と同じように、江戸の庶民も熱心に自分から勉強していたのです。これが江戸時代の庶民が受けていた教育の様子です。多くの子供が寺子屋で読み書きの基礎基本や生活に必要な知識を学びました。現代の学習塾も顔負けの個人授業が行われ、寺子たちは切磋琢磨して仕事に必要な技能や知識を身につけた社会人となりました。寺子が大人になって師匠となり、身につけた知識を新たな寺子に伝えることで、江戸時代の教育や寺子屋の文化は長く続いたのです。
そしてこれが日本の発展の底力にもなります。江戸から明治時代になると寺子屋の役割は小学校へと移りました。しかし近代化の中で校舎も教師も追いつかない状況になります。そこで助けを求められたのが寺子屋の存在です。師匠はそのまま教師として採用されることもありましたし、寺子屋がそのまま学校として使われることもありました。激動の時代から現代へ、日本が近代化する過程においても寺子屋は重要な役割を果たしました。高度な教育は高い志がなければ成り立ちません。勉強を欠かさなかった江戸時代の庶民に倣って現代の私たちも日々努力して自分を高めていこうという気持ちになりますね。